お盆の最終日となっております。沖縄は旧盆で進んでおりますので、今日は、最終日と、お盆の最終日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝からね、結構バタバタ過ごしていらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、ちょっと休憩しつつ FM ギノワモーニング8お付き合いいただけたらありがたいなと思います。時刻は7時36分を回りました。ギノワン四季な、ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、今日はですね、水曜日担当はいつもゆりえがやってるんですけど今日ゆりえちゃんちょっとね、お休みということで、急遽私がまたこんなに早く現れる日が来るとは思ってなかったんですけど、一週間ぶりにピンチヒッターでまた私が、FM ギノワンのスタッフ玉木がお届けしていきたいなと思います。今日も1時間半どうぞお付き合いいただきたいなと思います。よろしくお願いします。早速ね、ツイキャスでいろいろコメントいただいてるんですけど、ルドルフさん、はいさい、おはようです。あれれ、ゆりえちゃんはお盆休みですかと。大阪は27度、曇っていてムシムシですよとコメントいただいております。ありがとうございます。ですね、今クーラー効いてるから、この沖縄 FM ギノワンのスタジオの中は26度となっております。湿度もね 48% って、ちょっと普段よりか乾燥しておる感じですね。そう、なんか今日さ、私朝お風呂入って、なんか乾燥してるなと思いましたそんなね、なんかね、お風呂入るとやっぱ乾燥するじゃないですか、体が。でなんか普段より乾燥してるなって、今日はなんかちょっと乾燥してるなと思いました。まあね、沖縄のね、普通の気温はまた後でちょっと発表するんですけど、まあ32度ということで、今日なんかね、カンカン晴れみたいな感じではなさそうなので、まあね、沖縄もちょっと曇って過ごしやすいかなとは思います。そして、チャラい AKB ファンさん。へへへい、山玉ちゃんチース、ゆりえ隊長はよ良くなってほしいすと来ております。おはようございます。今日はですね、ゆかりちゃんがやってます、ミキサー。山内さんは、はい山内さんは後から来ますので、今日はゆりえちゃんと2人、ゆりえちゃんじゃないや、ゆかりちゃんとゆかりちゃんと2人でやっていきたいなと思います。そしてマスオさん、マスオさんお久しぶりですね。たま久しぶりとコメント来ていますが、ゆりえおはようってゆりえおはようってマスオさんが言ってるよって、多分ね、聞いてるかなとも思うんですけど、うんさあやっていきたいと思います。そしてですね、エコザエルさん、そしてリスさんからも、はい、おはようと。あ、リスさんはゆかりかよって来てるんですけどエコザエルさんからもおはようとコメントいただいております。ありがとうございます。こんな感じでね、今日も、まあ、進めていきたいなと思うんですけれども、今日のね、テーマは、なんかこれ前もさ、なんか投稿してから前もやったかなっていう気がしてきたんですけど、まあいいかと思って、今日の、テーマ発表したいと思います。今日のテーマはですね、好みでいきたいと思います。もう好きなものの話は尽きないですからね。好きな食べ物、好み系の食べ物、好み系？好みの食べ物好みの、なんだ、異性のタイプとか、あとね、なんかちょっとフェチっぽいやつとか、好きな場所とか、こういう雰囲気の場所は好きですよ、みたいな感じの、まあ、いろんな好みのものがあると思いますので、皆さん、ぜひ、あなたの好きなものをいっぱいいっぱい教えていただきたいなと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。そしてツイキャスやユーストリームの方でもコメントをいただいたら、まあ、読んでいきたいなと思いますので、まあ、お気軽にね、何でも一言でも二言でもいいので、いろいろ、コメント、好きなもの教えていただけたらいいなと思います。八方美さんも、あれターマおはようと来てますね。おはようございます。ありがとうございます。
そういうことで、なんだっけ、あ、そうですね、そろそろね、あ、違う違う、オープニングナンバーに行かないといけないので、あ、どんちゃんさん、おはようございます。ありがとうございます。そう、オープニングナンバー行かないといけないから、ちょっとテーマトークじゃなくて、オープニングトークしましょうね。まあ、後でいいかな。昨日、昨日、そうそう、お盆ということで、私もエイサーを見てきたんですよ。あのね、私が、龍大で、エイサーのサークルやってる時の、この同期が、富城の方で、青年会の会長をやってまして、ちょっとね、4年ぶりの道巡礼をやってたみたいなんですけど、昨日しかやらないということで、昨日、ピッと見に行ってきて、久しぶりにカメラを持って行って、写真も撮って、すごいね、なんかね、楽しかった。あのね、なかなか、人の、っていうか、なんか、なんて言うんだろう。エイサーを見に行くってなると、やっぱみんな沖縄市の方とかね、見に行っちゃって、私も、私たちのサークルのエイサーの踊りをもらったのが、ソンダ、沖縄市のソンダ青年会からエイサーをもらってるので、結構ね、沖縄市の方に見に行っちゃうんですけど、もう今回は、初めて沖縄市以外の青年会を見に行くということで、もうね、ワクワクして行って、すんごいね、楽しかったんですよ。エイサーをね、やってる人とか、よく見る人はわかると思うんですけど、あのね、太鼓の話なんですけど、太鼓の話で、片足を軸にして体をこう開いたり、閉じたり開いたり、こうね、する動きがあって、くるくるそれで回るんですよ。この動きがね、昨日見に行った青年会はすごくかっこよくて、めっちゃ写真をいっぱい撮ってきました。そう、ということで、まあ、あんまりちょっと関係ない話したんですけど、私がやっておりました、琉球大学の法政エイサーというエイサーがですね、ちょうど夏休みに入りまして、練習がね、本期間に入ったんですよ。私たちのエイサーは、夏休みに入ってから、この本格的に指導して練習していくので、で、毎日夏休みに入ると練習があるんですね。そうそうそう。で、結構厳しい、厳しい、まあ団体ではあると思うんですけど、まあすっごいね、楽しくてみんながこう一致団結していく感じがね、最高に楽しくて4年間続けてしまったんですけど、まあそういう、まあ始まったということで、私の大好きな、法政エイサーの練習が始まったということで、まあこの応援を込めまして、応援の意味を込めまして、今日のオープニングナンバーをかけたいと思います。今日のオープニングナンバーはですね、ワンオクロックで、ザ・ビギニングです。皆さん、おはようございます。聞こえますか？そう、ゆりえちゃんね、ちょっとね、体調不良なんですよ。自分で Facebook 更新してたかな、体調不良ってして、まあ、早く良くなるように皆さんからのゆりえへのメッセージもお待ちしてますよ。トリスさん、私は銅メダル取ってないですよ。何の銅メダルかな。 FM ギノワンちょうどいい距離だな。あ、マスオさん来てくださいよ。山ちゃん遅刻かって。 AKB ファンさん、遅刻じゃないですよ。今週からもともと水曜日は私に代わる予定でして、ミキサーで、昨日たまたまユリエと連絡取ったら、たまたま体調が悪いということにをね、はい、知りまして、そうそう。じゃあ来週からは私とゆりえでお届けしたいと思います。マスオさん来てくださいよ。マラソンしながら何も、水しかないですけど、いいですか？てんてんてん、どうしんどーい。てんてんてん、
あ、今日誕生日の人が多いな、友達で。あ、そうなんですか。うん。メールで、あの銀のトロンボーンさんから、うん、小さな木の実っていう曲をリクエストでいただいてるんですけど、うん、これって、うん、こっちで探したら2つあったんですよ、うん、なんか NHK とかで流れて童謡の小さな木の実なのか椎名林檎の小さな、どっちだと思う？多分童謡だと思う聞いてみる。ない日もよう泣いて咲いて散ったこの想いは空で I can see the end Look my life is made it Made it よいしょ。何度はくたばりそうでも地果てようとも割りはないさ。あ、童謡って来てる。あ了解です。わー、白子さん覚えてますよ。お久しぶりです。ゆかりちゃんが緊急呼びだしね。そうそう、本当はね、一人でやろうと思ってたんですけど楽しめそう。喋った後は林やパーコを思い出させてくれるほどな。まだすぐ曲終わります。はい、ゆかりは FM 沖縄の1階が住みかって違いますよ。1階はお蕎麦屋さん。私お蕎麦屋さんになっちゃった。みっちゃさん、私いつもなんかくしゃみをね、人にバカにされるんですよ。くしゃみみたいな言ってないみたいな。ああもう、ね、天気ね。さて時刻は7時49分を回っております。急いで読みます。続いての時間は FM ギノワンよりお天気、そして道路交通情報。ちょっとあのツイキャスで面白いのが来たから笑ってしまいました。交通情報をお届けしたいと思います。まず沖縄県中南部地方の、本島中南部地方のお天気ですが、今日8月17日、うーくいですね。は、南の風、日中南西の風で、晴れ、昼前から夕方曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うとなっております。まあ、基本的には晴れなんですけれども、お昼過ぎから曇ってきまして、夜、ちょっとね、夕方ぐらいかな、雨が降るかもという感じですね。それ以外でも今日はなんかちょっとにわか雨が多そうな感じがするので、皆さん、はい、お気をつけいただきたいなと思います。日中の最高気温は32度となっております。はい、ですね、沖縄県本島地方は17日の夜遅くまで発達した積乱雲の下、になるそうですね。なので落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいとなっております。はい、皆さん、お出かけの際はですね、もういつ雨が降ってもいいように洗濯物は中に入れていった方がいいですね。で、傘も持っていくようにしていただきたいなと思います。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。
まず沖縄自動車道からですが、沖縄自動車道上り中城パーキングエリアで路上障害物がちょっとね落ちているそうですね。こちらお気をつけて運転するようにしてください。続いて一般道です。一般道の中部地方はですね、どこも混んでません。今日はですね、ウークイということで、皆さん朝からちょっとお出かけはしてないのかな、でもこの後、やっぱみんなね、エイサー見に行ったりだとか、あと、まだまだ親戚回りしたりだとか、お買い物ね、もうあると思うので、この後どんどん道も混んでくると思います。今は道路混んでないんです、混雑してないんですけれども、まあ気をつけて運転していただきたいなと思います。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。ツイキャスもまたいっぱい来てるので、はい、ちょっと読んでみましょうね。ケンシロウさんもコメントいただいております。おはようございます。ありがとうございます。山内まで休みなのを楽してるなって来てるんですけど、別に山内さん、休みというわけではなくて、今日から交代する予定だったんですよ、もともと。あっちの曲も合わせたら山内さん、月曜日から木曜日まで朝早い出勤なのでまあいろいろあるんですよ。はい。そしてアイデアマスオさん、体調を崩しやすい日々ですなということで来てるんですけれども、まあね、暑いし、でも建物の中に入るとクーラー効いてるし、このね、体温調節難しい時期なので、皆さんも風邪とかね、気をつけてくださいね。はい。あとは、ヒクション、ハイチクショーって、リスさんから私のくしゃみについてコメントいただいてるんですけど、そうそう、昔ね、昔じゃない、昔からでもないな。結構よく私、くしゃみバカにされて、なんかね、あんまり声を出さないようにしようと頑張るんですけど、なかなか難しいんですよね。そんな感じでやっております。二日酔いで欠勤でもありません。嘉手納高校の敗退のショックでもないかなと思います。まあ皆さん、ゆりえもね、来週復帰できるように、ゆりえへの応援コメントとかもいただけたらありがたいなと思います。はい。では、ここで、一旦 CM を挟みまして、この後、新聞記事紹介していきたいと思います。おはようございます。このクスケっていうのがどういう意味なのかよくわかんないよね。クス、初めて聞いた。マブヤみたいな感じなんですよ。あ、そうなん、聞いたけどな。そもそもクスケっていうのが初めて聞いた。そうでしょ。そうだ、そんな沖縄人初めて聞いた。歴史として沖縄県民です。新聞読みますよ。クスケ、悔い改めろだって。悔い改めろ。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずはじめに琉球新報総合面からです。嘉手納ベスト8ならず、甲子園明徳義塾に5対13。第98回全国高校野球選手権大会10日目は8月16日、兵庫県西宮市の甲子園球場で3回戦4試合が行われました。嘉手納高校は明徳義塾高校に5対13で敗れ、ベスト8進出を逃しました。
続いて沖縄タイムススポーツ面からです。卓球男子団体準決勝が行われ、日本はドイツを3対1で破って初めて決勝に進み、銀メダル以上が確定しました。2008年北京オリンピックから始まった同種目でのメダル獲得は初めてです。エース水谷はシングルスの銅メダルに続き、今大会2つ目のメダルとなりました。日本時間18日朝の決勝で3連覇を目指す中国に挑みます。続いて沖縄タイムス社会面からです。警官名乗る不審電話、県警個人情報を伝えないで。本島中南部で警察官などを語り、口座番号を聞き出そうとする不審電話が相次いでいるとして、県警生活安全企画課が不審電話に個人情報を伝えないよう注意を呼びかけています。不審電話は購入していない通販商品の問い合わせで、購入詐欺に遭っていると騙し、個人情報を聞き出す手口です。県警本部の職員や金融庁職員を語り、口座番号や残高、家族構成を聞き取ろうとします。これまで3件の相談が寄せられましたが、被害は確認されていません。どうかは特殊詐欺などで個人情報を悪用される可能性がある、電話では安易に個人情報を伝えないようにしてほしいと話しています。最後に琉球新報経済面からです。沖国大文理両道育成へ。沖縄国際大学産業情報学部は2016年度後期、システム開発のレキサス提供による分離融合型の人材を育成する寄付講座ハイブリッド型人材育成講座を開講します。自動車や家電などあらゆる機器をネットでつなぐモノインターネットが普及する中、関係者は自分が学んでいることを活かせば将来いろいろな社会的課題を解決できる可能性があることを知り、学ぶ意欲に火をつける契機にしたいと語りました。レキサスの山崎さんは、日本では情報技術は理系とされるが、分離を分けて教育するシステムは世界的に稀、 IT はシステム開発力だけではなくデザインやコミュニケーションなど分離両方ができる必要があると指摘しました。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。私は結構漢字読める派だと思ってるんですけど宮古の方言でうんーやって意味で使います。直訳するとヘックション大変ヒックションクスケこれ、ルドルフさん、これ読めますよ。なかんだかりでしょしかも、さすがに一記事ごとに玉吉さんの笑い声は入らないな意外と真面目なんですよ、私は。意外と真面目だと自分では思ってるんですよ。これは剣でしょ、剣。調べる、Google で検索。あ、待って、あ、チュラガンジュ体操の時間です。皆さん一緒に踊りましょう。覚えてないんですよ。
ってよ。三歩進んでイエイ。下がってイエイ。カチャーシー。繰り返します。確かにカチャーシーとか入れればいいのにな。市役所の人。体をひねります。イエイ。右から万歳、右から万歳、右から下ろして横をします。右から万歳、左から下ろして横をします。膝高まつ、はい、足の指を上げて練習して右足を上げて猫ぎ、時刻は8時2分を回っております、この時間は宜野湾市喜生名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8をお届けしております。今日はですね、水曜日担当の黒島ゆりえちゃんがちょっとお休みということで、代わりに、ピンチヒッターで FM 宜野湾の神田玉希が放送しております。よろしくお願いします。今日のですね、メールのテーマなんですけれども、好み、フェチです。あなたの好きなもの、好きな場所、好きな、タイプ。好きなタイプとかね、いろいろね、好き話はもう尽きないんで、本当に。もう私もね、好きなことを話しなさいみたいな、好きなものとか話しなさいって言われたらね、もう結構ね、うざいぐらい、話しちゃうんですよ。本当に。びっくりするぐらいお話を始めちゃって、大変なんですけど、まあ皆さんね、時間、考えて今日はちょっと喋るので、好きなものについてはね、ちょっと、時間考えて喋るのちょっと大変なんですけど、まあ今日はね、考えながら喋りたいと思いますので、ぜひお付き合いいただきたいなと思います。そして皆さんの好きなもの、好きなこと、好きな場所、ね、いろいろ好きなものあると思うんですけど、教えていただきたいなと思います。あとね、ゆりえちゃん、ちょっと体調不良ということなので、ゆりえちゃんへの応援メッセージとかも、送っていただけたら、皆さんの声を届けたいと思いますので、よろしくお願いします。えみっちょおじさんツイキャスで、フェチ、恥ずかしいから言えないと来てるんですけど、まだトイレにいるのかな？まだトイレにいるんですかね？もうちょっと結構トイレ好きなのかなって思っちゃうんですけど、いや、みっちょおじさんのフェチとか、大丈夫ですよ、全然。この恥ずかしがらずに、もう朝からね、ちょっと、バッとさらけ出しちゃった方がいいと思いますよ。うん。ちょっとね、朝からアダルティーな話とかでも全然大丈夫なので、いや、朝からそういう話してテンション上げるの大事だと思います。大丈夫なので、はい、いっぱい送ってくださいね。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また、 FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもぜひお楽しみください。そしてインターネットでサイマル放送も聞けますので、サイマルラジオもぜひ、同じように FM 宜野湾とホームページ、FM 宜野湾とインターネットで検索していただいたら、ホームページが出てきまして、ホームページからね、簡単に聞くことができますので、ぜひそちらでも聞いていただきたいなと思います。
エルタさん、前歯を箸で続きたい。あの前歯ね、私自分の歯、あ、エルタさん、あのタマちゃんの前歯が好きです、前歯を箸で続きたいというコメントをいただいてるんですけれども、私自分の歯で好きなのはあの八重歯なんですよ。八重歯、自分の歯だけじゃなくて人の歯でも八重歯が好きなんですけど、あの前歯よりちょっと八重歯を見てほしいなと思います。メールもう一通読んどきましょうか。銀のトロンボーンさんからいただいております。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。黒島ゆりえさんへ、早く体調が良くなりますように、脱水症状を起こさないように気をつけて一日も早く治りますようにということで、メッセージいただいております。ゆりえちゃん聞いてます？うん、本当に気をつけてね。しまゆりえはね、いつも頑張り屋さんなので、ちょっと頑張りすぎちゃったかなと思います。うん、ちょっとたまには休んでいただきたいなと思いますよ。そしておはようございます、たーまーちゃん。今日のメッセージテーマ、このみ好みは辛いものが好き。あ、辛いって言っても塩辛いのはダメ。唐辛子や胡椒や山わさびなどの辛さ。山わさびじゃないね、これわさびか。たーまーちゃんは辛いもの好きですか？あ、甘いスイーツも好きですか？ということでいただいております。色物の好みは小さい片付き45150B 過去体重身長お胸のロングヘアの女性が好きです。芸能人で言うと芦名聖さんのような人かな。芦名聖さんってどんな人だろう、ちょっと調べよう。あー、なるほどね、この方ね。あ、私も好きです、芦名聖さん、いいですね。なるほどね、銀のトロンボーンさんの好みは芦名聖さんらしいです。身長はちょっと高めらしいですがね、まあまあわかりますね。まあなんか日本女性って感じですね。そしてリクエスト曲もいただいておりますのでかけたいと思います。ということで、なんだっけ、辛いもの、私ね辛いもの結構好きですよ。昔はちょっとねダメだったんですけど、最近いつか中学生ぐらいからキムチが食べられるようになって、そこから結構辛いもの食べれるようになりました。でもね、ちょっと辛子とわさびはあんまりまだね、和風な辛さはあんまりまだねちょっと好きになれなくて、鼻にツンとくる感じはなかなかね、うん、大人にならないと無理だなと思います。でもね、ビールが飲めるようになったので、そろそろからしわさびもいけるようになりたいなって感じです。唐辛子とかね、胡椒の辛さはめっちゃ好きです。はい、ではここで、銀のトロンボーンさんからのリクエスト曲に行きたいと思います。銀のトロンボーンさんからのリクエスト、童謡の小さな木の実お聴きください。いいなぁ、栗山千明めっちゃ好きです。女の子だと女の子、有村架純、有村架純めっちゃ好き。あと、うん、お尻がプリッてしてる人が好きです。胸も結構でかい方が好きです。髪はね、似合えば何でもいい。曲残り1分で終わります。なんか取れきたい。辛口コメントがね、結構うまくできるようになりたい。
なんだろう、あのズバズバ系な、あズバズバ系な辛口コメントがね、うまくできるようになりたいです私も。皆さんの好み教えてください。メール待ってます。リクエスト曲も待ってます。みっちゃさんのフェチを次読みます。AKB ファンさんは朝ごはん食べてる途中ですかね。時刻は8時11分を回りました。 79.7MHz FM 機能湾よりお天気道路交通情報をお伝えいたします。今日8月17日、お盆最終日はですね、晴れ、昼前から夕方曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴う予想です。風は南の風となっておりますね。日中は南西の風に変わりそうです。波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% となっております。日中の最高気温は32度ですね。はい、本日沖縄本島地方では17日の夜遅くまで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいとのことです。今日はですね、最終日、お盆最終日ということでお出かけしたり、夜ねエイサー見に行かれる方とかも多いと思うんですけれども、雨対策しっかりしていってほしいなと思います。雷もね十分注意してください。よろしくお願いします。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずはじめに、高速道路ですね、沖縄自動車道ですが、ただいまの時間、規制や落下物、事故車、渋滞など何もございません。スムーズに、どこの道も流れているみたいです。続いて一般道ですね。一般道もですね、先ほどと同じように、車の交通量が少ないようです。渋滞、規制、工事などは特に見られません。はい、FM 機能湾から見えるこのヒルズ通り沿いの道もですね、車がもう本当にちらほらとしか通ってなくて、なんかね、歩いてウォーキングしたりジョギングしたりしている人の方がね、なんか多く見える感じですね。はい、皆さん、運転には今は空いてますけどね、今の時間はついてるんですけれども、運転十分注意するようにしてください。はい、以上、この時間は FM 機能湾よりお天気、そして道路交通情報をお伝えいたしました。ですね、メール一通も一通読みましょうね。この方からいただきました。皆さんおはようございます。お盆も食べ過ぎで本当に明日会社の制服が入るか不安なイミッチャおじさんです。今日のテーマ、好み？おじさんの好みは食べ物なら肉で、一番好きなのは鶏肉、次に豚肉、そして次に牛肉って感じかなということにいただいております。ん？本当に聞きたいのは異性の好みだって？たま、残念ながら、ここのリスナーは8割がおじさんよって、おじさんたちの好みでもいいなら言っちゃうね。ということでいただいてるんですけども、もう全然、全然どうぞ言っちゃってください。はい。そして、イミチおじさんの女性の好みはね、とにかく明るい人に魅力を感じちゃうな。おじさんはメールとかではアホ丸出しだけど、実際会うと恥ずかしがり屋であまり喋らないでしょ？だから自分に、ない明るさを持った女性が大好きだね。あとはできることならショートカットなら超テンション上がりますね。うん。今でもショートカットが好きなのは、小学校1年生から
6年生まで好きだったすごい初恋相手がショートカットが似合う明るい女の子だったからかもね。またおじさんが苦手なタイプは女の子女の子をしている人やツンツンしている美人が苦手かなと。そんな人に限って人に優しくない場合が多いからさ、女の子は明るくて愛嬌があるなら最高だねと来ております。はい、ありがとうございます。なるほどね、すごいね。初恋とか覚えてます、ゆかりちゃん？私もね、何が初恋なのかねよくわかんないんですけど、初恋ね、私初恋とか中学生ぐらいかもしれない。なんかね、人に比べたら遅いかもしれないですね。しかもこれもなんか何なの、恋なのか何なのかみたいなね。誰かの恋愛トークを上手い人います恋愛相談とか上手い人います？これが何が初恋だったのか、私の中の、私の人生で、あのね、あの解明究明してほしいです。あのゆみちゃさんとかぜひお話をねさせていただきたいですけど、そしてメールもう一つ読もうかな。はい、メールもう一ついきたいと思います。タンマおはよう、チュエコザエルだすよ。ウクイだね、ウクイだよ。今日も元気にシャキッとーい、てんてんてん番組間違えてますね今日のテーマは木の実ね。ん？違う、好み。うん、好みです。自分の好みは優しくて思いやりのある性格のいい子だな。そんなつむかぎねえねえいないかな。ねえタマ、紹介よろしくよタマみたいな子いたら速攻で連絡してよあ、今日の夜9時からフリームーンラジオ聞いてね。クニフィーこと、あ、カンナーさんがゲストで出演しますと。チャートからやーと来ております。ありがとうございます。あ、今日のフリムーンラジオ、カンナ邦彦さん。邦彦さんって読むんだったかな、邦彦さんだったかな、邦彦さんね。失礼しました。カンナ邦彦さんがゲストで出演してくれるみたいなので、すごいですね。なんかね、カンナさん意外と FM 昨日は何回か来てくださってて。もう、エイビックか何かにも出てました。何でした？エイビック。あ、エイビック？あ、じゃあもう3回とか4回ぐらい来てるんじゃないかな。もう、ありがとうございます。ね、神田さんぐらいの方がいらっしゃるとね、もうね、あのツイキャスとかね、メールの数とかね、本当に違うのでなんかすごいなと思いながら見ております。はい、でエコザエルさんの好みの子ね、うん、つむかぎねねね、あの性格が重要なのか顔が重要なの。つむかぎって顔ってことだよね。顔が美しいっていうことですよね。性格が重要ですかね、顔が重要ですかね。あの、そこによってもまたちょっと違ってくるので、あのコメントいただきたいと思いますそして、ツイキャスもね、いっぱいコメントいただいているんですけれども、あのね、どこから読んでないかな。あ、ビャッコさんのリクエスト曲ね、これ読めますかって、漢字に強い玉吉さんはこのアーティスト名読めますよねって来てるんですけど、私読めますよね、一世風靡セピアですよね、一世風靡ですよね、の前略道の上より、はい、ありますかということでコメントいただいております。またね、後でちょっと探してかけていきたいなと思います。あとね、何ね、エルタさん、曲がるストローの蛇腹部分を伸ばしたり縮めたり曲げたりするのが好きですってコメントいただいてるんですけど、私もストロー系でね、一個癖っていうか好きなことがあってさっきもちょっと言ったと思うんですけど、私刃がね結構とんがってる方だと思うんですよ。で、この刃にストローをね刺すよくやっちゃうんですけど、あの刃がこうねあったら、ストローのね、この筒になってる空洞の部分があるじゃないですか、あっちに刃をバッて刺して そのまま飲むみたいなあんまね、ちょっとね、あの行儀悪いからちょっとね、あんまり言っちゃダメかなと思うんですけどストローをね、刃に刺してそのまま飲むっていうの結構ね、うんやっちゃうやっちゃうんですよはい、そして
イミッチョさんは S 好みリスさんからねコメントいただいてますけど、まあそうなんですよね。イミッチョさん M だから、うん、S が好きだと思います。皆さん自分は S だと思いますか M だと思いますか。私はちなみに、うん、S かな、わかんないな。私はどっちでも時と場合によってみたいな感じにしときましょうか。はい。そしてアイデアさん、今のねストロー談義あるあるあるって習うまっていうことでコメントいただいてるんですけど、ないですか皆さん。ちょっと一回やってみてください。なんかね、あの一応こう出てくる量が歯に刺すから少ないじゃないですか、普通に吸うより普通に吸うより歯に刺すからこの出てくる量が少なくて、あのなんかね長く楽しめるというあの利点がありますはい、こんなところで、曲なんか行きたいですね。あ、じゃあ先ほどビャッコさんから、ビャッコさんだったね、ビャッコさんからツイキャスの方で、リクエストをいただきました。一世風靡セピアの前略道の上よりをお届けしたいと思います。今何分ある曲？曲4分あります。あ、OK、それで行こう。行ってらっしゃい。つないでどうしよう。何の好みですか。何が好きかな。あ、でもこうたまちゃんさんではないですけど、私ペットボトルの飲み物を買うときに必ずストローをもらいます。なんかストローをペットボトルに挿していつも飲んでます。あ、違う、ペットボトルにストローを挿していつも飲んでますあ、沖縄の子あるあるなんですね。たまちゃんさん、はい、ペットボトルで飲み物を飲むときってストロー挿して飲みますか。挿さない。あ、挿さないですか。これじゃあ挿すよね。刺します。なんでなんで、あれなんで。その話今してたらなんか沖縄の子あるあるって書いてあるんで、うん、ちょっとね、一応なんかちょっと見たことある、他の子とかでも。でもなんか私いつもなんか刺さないと嫌なんです。なんで、なんで。あ、でも別に普通にちゃんと飲めますよいや言われたんですよ、大学の時にいつももらってて、それ使いながら飲んでたから、うん、なんか友達がこう、こうやって飲めないのみたいな言われてバチャーってこぼれちゃうことないです。ちゃんとコップでも飲めますし、ね大塚健二さん、ツイキャスありがとうございます俺ね、俺不思議だよね。一応なんかね、あの結構がっつりメイクしてる人とかだったらわかるんだけど、ね、口紅とかね、リップとかね、リップつけたばっかりの時とかはやりたくなるけどうん、奉仕の精神で自己犠牲になるから M でした。そいやそいや、何のためにストロー、いつからストロー使うの。でも多分母が使ってたから、なんかそれを見て、うん、なんかその、あ、でも兄とか弟は使ってないな男で使ってたらそれはそれじゃないかと思うってなるけどよし、あ、
男子高校、あ、ね、紙パックはわかるよ、紙パック。うん、紙パックはわかるよ。ペットボトルはわかんない。だから、ね、最初紙パックでそのストローを刺してる延長線上でペットボトルをやってるんだと思ってたんだけど。あ、ストローの利益っていくらなんだろう。曲そろそろ終わります。はい。BGM から入って、これは次何の日行きます。はい。じゃあ普通に BGM で。何の日パッてやって CM 行こうね。はい、お菓子ごてんごてん。あ、そうだ、お知らせいっぱいやらないといけないのに。電話終わったらお知らせしよう。さて、それでは今日は何の日のコーナーをお届けしたいと思います。時刻は8時17分にそろそろなるところですね。今日は8月17日、旧盆の最終日、ウークイとなっております。旧暦は7月15日。満潮は、午後7時7分。干潮が、正午じゃないな、なんで、午後12時。12時です。お昼の12時38分となっております。そして沖縄県内であった過去の出来事なんですけれども、緑丸泊港の西の方、チービシ沖で沈没ということがあったそうですね。1963年となっております。そして宮古農林高校が水のノーベル賞、ストックホルム青少年水大賞を受賞しました。2004年のことですね。また米軍政府下での第二次流大事件から51年後、大学が謝罪、退学処分を撤回ということが2007年にあったそうですね。ということです。続いて、今日は何の日カレンダーも見ていきたいと思います。今日は8月17日、プロ野球ナイトゲーム記念日だそうです。あとね、パイナップルの日。パイナップルの日だそうです。はい、8月1日はね、パインの日だったんですよね。うん、かね、パイナップルの日とパインの日と、なんかいろいろあるみたいです。パイン忙しい、はい、うん。そうそう、パイン忙しい。そして、仁和寺ができた日、888年。源頼朝が伊豆で挙兵、1180年。あとはですね、日本でコレラが大流行した年みたいですね。1879年。そして、先ほどもあったように、これは沖縄で離島連絡船が強風により転覆、死者行方不明合わせて112人。これが先ほどあったあの緑丸のことですね、多分ね、となっております。お誕生日の方はですね、シャランキューの畑さんと香原智美さん、うん、あとショーンペン聞いたことあるね、うん、誕生花はユリの木、花言葉は田園の幸福そうですなんかね、あのキュッと狭くなってますね。限定的なんですけど、田園の幸福となっております。以上、今日は何の日お届けしました。続いて CM を挟んで、突撃あなたの朝ごはん教えてコーナーに行きたいと思います。大丈夫です。下げたりした方が本当に、これらがこれらみたいなイントネーションでゴリラみたいな感じもしたで失礼します。これらってこれらってどのイントネーション、これこれらこれらこれらなんかこうこの物たちがあの病気のこれら、
ろう。コロリでええんちゃう、ペニシリンで治る。ペニシリン。イミッチャさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。司令官から司令官が下がった。司令官から司令官が下がったりなんて。ゴミ捨てと買い出し、いってらっしゃい。いってらっしゃいです。そいや。赤福御殿めっちゃ行きたい。赤福御殿行きたい。赤福食べたい。めっちゃ美味しいですよね。ねえ。あれめっちゃ好きです。一回並びたいね。朝ごはんに。はーい。さて続いては突撃あなたの朝ごはんを教えてのコーナーです。この声ね、あの自分でやってるからあんまりなんか聞くのね最初嫌だったね。そうそうそう。このジングル私の声なんですよ。それをゆきさんがなんかいい感じにしてくれたんですけど、最初はね聞くのちょっとね恥ずかしかった。そろそろ慣れてきました、はい、ではですね、今日も突撃の電話をね、本当に突撃、さっきブッキングしました。突撃の電話をかけていきたいと思います。今日ねちょっとオープニングトークで話したんですけど、昨日トミーグスクの青年会をねちょっと見に行ってきまして、なぜかというと私のエイサー一緒にやってたあの同期の男の子がいるんですけど、彼があの青年会、そのトミーグスクの平青年会だったと思うんですけど、の会長をやってまして、去年一昨年もうね3年ぐらい会長やってまして、しかもねそいつね最近まで世界一周ってか海外にいたんですよ。そうそうそう。でね、めっちゃ髪の毛長くて、ビロビロ、なんかもう仙人みたいになって帰ってきて、で、一週間でエイサーをやるという。もうね、謎の、方なんですけれども、彼に電話をかけていきたいと思います。あ、ちょっと待って、ツイキャスが止まったので、ツイキャス出てから電話かけていきますね。そう、そして、名前はね、多分言って大丈夫だと思うんですけど、キュアム。っていう、極道の極って書いて極道の極って書いて極むっていうの、ね、男の子なんですけどまあ全然ね、見た目はすっごいなんかね、アルパカみたいな感じなんですよ、だから全然ね極道っぽくないんですけど、まあ、かけていきましょうね。気持ち出てほしい。LINE のもしもし、キャム、おはようございます。疲れてますか？うん、多少疲れてますか？今生放送中なんですけれども、一応ね名前はキャム、キワムということで、青年会の会長さんやってるよって紹介はしたんですけど、ちょっと自己紹介お願いしていいですか？はい、どうぞ。大丈夫、ちょっと。あ、宝ね、宝。宝。はい。通称じゃ、まあ、キャムね。はい、はい、だから、おお、なるほど。はい、会長歴は何年ですかね。一応
うん。あ、じゃあもう5年目？うん。なりますね。ちゃんと起きてる？大丈夫？あ、なんでこんなに今日は朝早起きしてるんでしょうか？うん。はいはい。うんうん。うんうん。はい。あ、なるほどね。うん。あ、今じゃあ公民館にみんな、あ、そうなんだ、公民館に今集まってるんですか、みんな。あ、そうなの。あ、じゃあキャンプ以外にもいるんだね、この電話をしてる周りには。あ、そうなんですか、皆さんお疲れ様でした。まあ聞こえてないと思うんですけど。皆さんお疲れ様でした。はーい。あ、それでね、あの道ジュネがなんか4年ぶりだったんだっけ。うーん、まあしばらくはちょっとできなかったですね。うん、なるほど。まあでも今年やって、それを契機に来年とかね、続けていってほしいなと思います。うん、はい。じゃあね、朝ごはん教えてもらっていいですか。はい、朝ごはん。はい、はい、うん、はい、うん、はい。なるほど、なるほど、なるほど。オードブルね、昨日の残りね。全然大丈夫です、全然大丈夫です。食べてないとか言う人もいるから全然大丈夫です。なるほど。昨日見たよ、あの公民館の、タイラー公民館の中にいっぱいオードブルが山積みされてるの。うん、うん、今からキャムはこれを食べるんだろうなと思って写真を撮ってました。はい、さて、じゃあね、最後に、なんか今週末の土曜日だった？なんかあるんですよね。うん。うん。はい。うん。おう。ほうほうほう。はい。トミグスクの平ね。はい。はい、了解でーす。今週の土曜日に平青年、あと、平公民館で平夏祭りがあるということですね。はい。うん。平公民館付近の、はい、の広場。OK です。じゃあ、今日もね、まだ片付けあって、しかもその後、いろいろね、お盆だから、また忙しいと思うんですけど、キャムも。うん、まあ、頑張ってね。また今度飲みに行こうね。はい、じゃあ、急に電話して、すいません、ありがとうございました。はい。はい、ありがとう。頑張って。はい、はい、バイバイ。ということで、キアムに、富城の、富城の平と高峰というね、地区がありまして、富城総合運動公園、運動場の近くなんですけどね、その、平と高峰という地区がありまして、その2つの地区を合わせて宝青年会という青年会があるんですけれども、その宝青年会で会長をやっております、キアムにお電話して朝ごはん聞いてみました。今日のキアム青年会長、キアムの朝ごはんは、昨日エイサーで道巡礼をしたということで、その時にいただいたオードブルの
残りだそうです。そして今週末またその豊見城平地区で夏祭りがあるみたいで、またその夏祭りでね宝青年会演舞を披露するそうなので、今日ちょっと電話を聞いてキアムが気になった方はぜひ演舞を見に行ってほしいなと思います。でも彼ねあのちょっと細そんな細いんですけど細マッチョだからなんかね演舞ねすごいかっこいいんですよ。で身長もねあの170ちょいぐらいあってちょっと身長も高めなので、うん、すごいかっこよくて、なのでぜひ皆さんキアムのエイサーちょっとねお時間あって近く通るわっていう方とかいらっしゃったら見に行っていただきたいなと思います。以上今日あなたの朝ごはん教えてのコーナーお届けしました。お知らせしようね。お知らせします。さてではここで FM ギノワンよりお知らせをいくつかしたいと思います。夏休み特別体験イベントトントン色塗り体験というものがですね、普天間流坊の、1階祭事場で行われるそうです。トントンっていうのが飛ぶ豚って書いてトントンと呼ぶんですけど、翼のある豚の、キャラクターなんですね。翼のあるこの豚のキャラクタートントンは悪い気を追い払い幸福を招くと言われております。世界で一つだけのトントンを作ってみませんかということで、開催日がですね2016年8月26日金曜日と27日の土曜日、各日50名までとなっております。要予約制となっておりますね。時間が3回ありまして、1回目が11時からこちら15名受け付けております。で2回目が14時からこちら20名受け付けております。そして3回目が16時からこちらは15名が定員となっております。場所は先ほどもありました通り、サンフティーマ普天間流坊内の、1階祭事場となっております。参加対象は未就学時はですね保護者同伴でお願いしますということですね。材料費がなんと、この日限り 38% オフの800円となっております。800円でちょっとね絵を見るとね陶器っぽいこのトントンの、置物にこう色を塗っていくという体験になりそうですね。お申し込みは予約順ですので必ず事前にご予約くださいということです。お申し込みは電話番号 098-896-1020 098-896-1020 TM オフ天満まで、お電話いただきたいと思います。そして他にもですねお知らせがあります。続いてひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず小児用補助人工心臓で命をつないでいる状態です。現在の医学で元気な姿に戻るためには心臓移植の他に道はありません。移植をするためにはアメリカへの渡航、そして手術費用がすごく高いお金ですね。2億9500万円必要です。11月には渡米できるようひまりちゃんを救う会が全力で活動しております。 FM ギノワンでも募金箱を設置し皆様の善意をお待ちしております。詳細はひまりちゃんを救う会 080-7967-0925 080-7967-0925もしくはひまりちゃんを救う会のホームページをご覧くださいということです。そして最後にもう一ついきましょうね。第1回ギノワン市議会議会報告会および意見交換会のお知らせです。市民に寄り添う議会を目指してギノワン市議会は、市民の負託に全力で応えることを決意し基本条例を策定しました。市民の多様な意見を把握し政策立案
政策提言などの強化に努め、市民生活の安定及び福祉の向上並びに市政の発展につなげるため、第1回宜野湾市議会議会報告会及び意見交換会を開催いたしますということです。市民の皆様の前でですね、直接宜野湾市議会の議員の方々がいろいろですね、議会で話し合いが行われたこと内容に対しての、まあ、報告会や、また市民の皆様議員さんを交えての、意見交換会がですね行われるそうです。ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。ですね、日時が8月22日月曜日7時30分から9時まで、午後7時30分から午後9時まで、場所は羽衣小学校となっております。そして8月23日火曜日は午後7時30分から午後9時まで、こちらは宜野湾市社会福祉センターで行われます。続いて8月24日水曜日、こちらも時間が午後7時30分から午後9時まで、場所が加賀津中学校となっております。そして最後8月25日木曜日、こちらは時間が午後7時から午後8時30分まで、他の会場よりも30分時間が早くなっておりますね。こちらは、宜野湾市中央公民館で行われます。申し込みなどは不要で、どなたでも参加できます。ご都合のいい日時でご参加ください。皆様へのお越しをお待ちしておりますとあります。お問い合わせがございましたら、宜野湾市議会事務局議事係 098-893-4165、 宜野湾市議会事務局議事係 098-893-4165 までお問い合わせくださいということです。以上、 FM 宜野湾より、お知らせをいくつかさせていただきました。ではですね、メールもまだちょっと2通ぐらい来てるので、メール紹介します。この方からですね、チャライ AKB ファンさんからいただいております。なあなあなあ、ゆかりちゃん、たまちゃん、モーニング8お聞きのリスナーの皆さん、お、あ、違う、ゆかたまおかたまに見えた、ゆかたま、おはちーす。ゆかたまのモーニング8聞いてたら朝ごはん食べるの忘れてた。今日も兵庫暑いからテーマに行くなということで、今日のテーマはですね、好み。たま、俺の好み聞いてどないすんの？俺はですね、俺の好きなタイプはね、元ヤンキーっぽい女好きなんだよな。え、前から応援してたあの人なんですけどね。こら、たまは知ってるけど何も言うなよ。あと、ゆりえも元ヤンっぽいから好みやな。てか聞いたら怒られるヤンキー以上だ。ゆりえね、元ヤンっぽいね、ちょっとね。あのね、昔の写真をね、この間初めて見せていただいて、あのね、ゆりえちゃんね、今とは全然想像がつかないような、なんかね、ちょっとギャルっぽい感じでした。びっくりしました。そして、浴衣は整いました。仮入れ金とかけまして、お好み焼きとときます。その心は、どちらも減らないと困るでしょう。はい、うまいですね。なんかね、あの、勉強してるんですかね、あの謎かけ。もうね、ちょっとうまいよ。ありがとうございます。まあね、借入金は本当に減らないと困りますわ。お好み焼きはね、あの、困りますね。お好み焼き食べたいなぁ。そして、ラジオネームあかりさんからいただきました。はじめましてですかね。ありがとうございます。たまちゃんおはよう。ラジオネームあかりです。はじめまして。はじめましてと来てるので、はじめましてですね。ありがとうございます。超嬉しい。メッセージテーマ、好みということで、私は不思議な話が大好きです。今日はお盆最終日でウークイですね。各家庭で内カビを燃やして、あの世のご先祖様にお金を燃やしますが、中国の生まれ変わりの村でも、お金や家や食べ物を写真に撮って燃やすそうです。生まれ変わりの村っていうのは、前世の記憶を持った人がたくさんいる村だそうです。
なぜ記憶を持ったまま生まれ変われるかというと、あの世の三途の川のたもとで配られるスープを飲まなかったからなのだそうです。たまちゃんは記憶を失うスープを飲みたいですか、それとも飲まずに記憶を持ったまま生まれ変わりたいですか、ということでいただいております。そんな選択できるんだったら私は飲まずに生まれ変わりたいですね。記憶って残ってた方がいいんじゃないですかね今のところそんなにもう忘れ去りたいほどの記憶はないので、あの出来事なくしたかったなっていうようなことはありますけど、もう忘れ去りたいような記憶はあまりないので、もうできることなら記憶残して、あれですよ、めっちゃ天才児とかになれちゃうじゃないですかある程度で学力は止まってしまうんですけれども、小学校の時とか、うわこいつすげえみたいな感じになるし、いや飲まずに記憶を持ったまま生まれ変わりたいです、私は。うん、めっちゃ楽しそうですね。なんかあの時の風景はこんな風に変わってるんだとか、そういうの見るのも結構好きで、できることなら、そうですね、飲まずに生まれ変わりたいなと思います。不思議な話ね、私も結構好きで、なんかねよくネットとかで見ますよ。こんな感じのあかりさん、不思議な話あったらいろいろ送っていただきたいです。聞きたいなと思います。なんか不思議な話でも思い浮かばないなということで残り3分ほどになっております。モーニング8、ツイキャスのコメントとかね紹介しながらお別れしたいと思うんですけれども、AKB ファンさんね、ツイキャスの方で、いつかな行ってやるということでね、電話コーナーぜひいつか出ていただきたいなと思います。誰がいいかな、マヨの時とかねぜひ出ていただきたいなと思います。そしてリスさん、三重県出身者は赤福、物心ついた頃から食べさせられている、洗脳いやー赤福でも美味しいからめっちゃいいじゃないですかね。赤福と似たような、もう本当にねほぼ一緒な感じの食べ物が加賀にもあるんですよ加賀はね赤福じゃなくてあんころ餅みたいな感じで、そう言ってたんですけど、あるんですよ。まあ、でも洗脳じゃないですか一応ね、トロンボーンさんが、銀のトロンボーンさんが窓の外に現れました今日休みなのかな、ありがとうございます。でもな、三重のあれ伊勢神宮だよね、はい、伊勢神宮って1日餅って言って、12月の1日餅は赤福だけど、それ以外のね月もちゃんと1日餅があって、いろいろね種類が違うんですよ。だから1日餅は12種類あって、赤福も含めて12種類だから、赤福の以外には11種類あるんですよ。それをね本当にみんな朝の4時とかから並んで買うんだって。中で見た、そうで赤福がやっぱ一番人気だから、赤福の時12月はもう本当に前日の夜とかからね並んで整理券もらったりして買うらしいですよ。私も1日文字一度は全部食べてみたいですね、でも赤福は他のところでも伊勢神宮以外でも、まあ、いつでも買えるけど、そうね、他の1日餅は本当に並ばないと買えないから、ちょっとね1年間ぐらい三重県に引っ越したい引っ越したいなと思いますおかげ横丁とかめっちゃ楽しいしね、伊勢神宮1回だけ行ったことあるんですよ。その時はねちょっと伊勢海老を食べ忘れましたので、1日餅を制覇しつつ伊勢海老食べたいなと思いますはい、以上今日はですね、毎週水曜日お届けしているゆりえちゃんに代わりまして、ピンチヒーターで FM 木の湾の神田玉木が、放送してきました、来週はですねゆりえちゃん体調治って出てきてくれると思いますので、来週もぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。この後はですね、10時からライフサポートラジオがありますので、この後もぜひ FM 木の湾でお楽しみください。以上、今日のモーニング8はここまでです。
FM 機能1の神田玉樹がお送りしました。バイバーイ。よし、ありがとうございました。私の部屋の掃除もキアもやってほしいな。まさかの。あ、でも一応今綺麗、今綺麗。